我々みたいにこうやってなんかちょっと喋ったり待ってうよって喫茶店のマスターやってて、うん、俺はねバードマスターやってるからやっぱ客商売となるとねうよねやっぱね、うん、いや言うてあのあれ見ましたよ24時間雑談あの過去のねやってたねそんなこともねはい、あんなんできないですからね。本当にできるんちゃう？ウユだったら。いやできない、できないです、できないです、できないです。僕別に雑談が得意なわけではないんですよね。はい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 。はい、なんかコメントの子たちとおしゃべりをするのがなんか好きなだけで。はい。ロベルパイセンってコメント多分なくても。うん。ずっと多分24時間喋れるじゃないですか。そうね、最悪なくてもできはするね、多分ね。できるじゃないですか、うん、そうなんですよ。なんで多分僕は24時間ははいはいはいちょっと難しいんじゃないかなって、なんか言い方悪いですけど、まあ、ネタ切れというか、うんうんうん、話すことがなくてどうしようみたいな感じでなっちゃったりはするんじゃないかなっていうので、はいはいはい、僕はちょっとそれ難しいですね。なるほどね。なんか俺もあれ始めた時はなんか、うん、まあやれるんちゃうかって思って一回やったのと、俺も結構長時間の配信とか見るの好きでさ、なんか、はいはいはい、これめちゃくちゃ自分の配信でも言ってるんだけど、なんか、はいはい、配信見始めるじゃん。で夜だとするじゃん、うん、それが、うん、で、あ寝るかって言って寝て、その人がまだ朝配信やってたらすごいなんか嬉しいの。なんかわかる、めっちゃわかります。そう、すごいなんか嬉しくなっちゃう。あまだやってんの2個みたいな感じになって、わかる、めっちゃわかります。そうそうそう、まだやってんだっていうのがすごい好きで、うん、でなんかそれをなんか自分の配信でもあったらいいなと思ってやったらなんかそんな感じになったから、はいはいはい、で気づいたらまあ24時間やってまだ喋れるなって感じになってたって感じやな。じゃあもうちょっとまたやりましょうよ。またやるか、ちょっと24時間雑談。でもねあの時とね、はい、やっぱ違うのはね、はい、24時間空いてる日がまずなくなってきたっていうのもありがたい悲鳴やね本当にね。いやもう本当にそうなんですよね。丸1日配信をしていられるっていう日もなかなかにレアになってきたっていうのはなかなか嬉しい悲鳴というか、まあやりたいはまあやりたいかやりたくないかといったら、まあやりたいではまあやったるかってなったらやるぐらいの感じはあるかもしんないな。うん、